三部川地区東予港は愛媛県の西条市、新居浜市にある港湾。港湾管理者は愛媛県、重要港湾に指定されている。旅客航路での案内では三部川地区を指しているが、港湾としての正確な範囲は他の地区を含めた広範囲にわたっている。1964年に西条港と三部川港を統合して東予港となり、現在では 東港地区、西条地区、中央地区、河原野津地区、三分川地区の5つの地区に分かれている。背後地は、東予新産業都市地域の中央部に位置し、また、テクノポリス地域に指定されるなど、四国の工業をリードしてきた地域であり、非鉄金属、機械工業、造船、鉄鋼などのメーカーが沿岸部に立地している。また、やや内陸には、 エレクトロニクス関係も立地している。戦前の東予港、東港地区。写真右の煙突は総快清錬所。奥に見える島は、三代島。初代フェリーターミナルビル、三部川地区は、定期旅客航路に使用されており、上下線のための設備やターミナルビルが立地している。詳細は、四国開発フェリー港への交通を参照。四国オレンジフェリー利用客向けに、 松山市や新居浜市及び今治市から連絡バスがある。このほか本数は禁章だが、瀬戸内周送バスが運行する路線バスもある。ありがとうございます。